食材の宝庫淡路島に最高の素材を求めて島中を駆け回るシェフがいます。厳選した魚や肉、そして野菜はコースで提供する創作中華料理に。ディナーは1日1組限定の完全予約制です。この1組のお客さんのためだけに最高の料理をご用意する。ほんまに美味しかったってこう幸せな気持ちになって帰っていただきたい。新たな決意で迎える10周年を前に、子供を育てていけるんかなとか、支える家族の目には涙が。今回はふるさとの魅力を料理で伝える創作中華レストラン、オーナーシェフの夢の形。リゾートアイランド淡路島、わざわざ明石海峡大橋を渡って京阪神からもお客さんがやってくる人気のレストランがあります。それが香港ガーデン。オーナーシェフの仁岡正弘さんはこの島の出身、ウェスティンホテル淡路で中華レストランのチーフを務めた後に独立し、10年前夫婦でこのお店を始めました。地元淡路産のデンスケガモを北京ダックにしたこの日は、入院していたおばあちゃんの回帰祝いとクリスマス会も兼ねた家族の集まり。玉ねぎとフカヒレのスープなど島の食材をふんだんに使った創作中華でもてなします。広東料理をベースにしていますが、素材の美味しさを引き出すためなら中華の技法にはこだわりません。一日一組限定のお客さんを料理で笑顔にしたいからです。全部おいしかったです。この度になんか違うのこれがすごい嬉しいです。ほんまに美味しかったってこう幸せな気持ちになって帰っていただきたい、そういう思いが強くて、例えばお肉を使ったお肉だけのコースをやってとか、ちょっと旬の魚を使った なんとか尽くしとか、そういうのは結構受けてやってますね。なんでやっぱりもう1日1組じゃないと無理なんです。はい、夜明け前の漁港に仁岡さんの姿が。この日のお客さんは大の釣り好き。おはようございます。釣りたての魚を食べたいというオーダーを受けやってきたのです。自分でこう釣りにも出かけるような方なんで、できるだけ鮮度抜群の魚を釣ってくるようにはしてるんです。しかしこの日は大寒波、さらに風も強く海は大しけです。魚を釣るには条件が悪すぎます。いくら待っても当たりは来ません。すいませんねまあまあこんなに荒れてたらなかなかね難しいですよね。4時間が経ち諦めかけたその時、釣れた釣れた、あ、だいぶ重たい。ようやくヒット。あ、重たい。いい方のハマチですね。もう身もパンパンですよ、もう。今日のお客さん、リアルにこの辺でも青物釣ってますからね、もう喜んでくれると思います。はい、こうして手に入れたのが今が旬の天然ハマチ。美味しく食べてもらいたい、移動中もそればかり考えます。もっとこう、もっと美味しくできるんじゃないかとか、もっとこうそのお客様のお好みに合わせられるんじゃないかなとか、もっとこう向上できることを考えていきたいなと思って。本釣りを終え休む間もなく向かったのは島の西側にある大蔵畜産。
いどうも。おはようございます。何がありますか。何でもありますよ。ご当家とかありますか。困った。クヌギ座牛は数々のコンクールで最優秀賞を獲得したオリジナルブランド。仁岡さんも惚れ込んでいます。赤身の美味しさに感動してね。こんな美味しいんやろ。これでもうそれからずっと、そうですね、それからずっとクヌギ座牛。この牛はね、メスしか扱ってないんですよ。肉質がね、すごく柔らかくて、味が濃いですね。全然ちゃいます。ほんまにちゃいます。もちろん最高級の牛肉の中から自分の目で納得いくものだけを選んで仕入れています。クヌギ座さんを生産者として信頼するのはそのこだわりを知っているから。牛舎をこまめに掃除し、牛にストレスを与えないよう心がけていたり、与える水も水道水ではなく地下から汲み上げた天然水、餌も淡路島産の藁を厳選しています。やる堆肥とかいろいろなこだわってしっかりしたお米を作られる農家さんの藁ばっかりを集めてきますね。秋のシーズンはずっと藁集めしてますね。話聞けば聞くほどこの人から買いたいと思うでしょ。僕はだからそういう思いをお皿に乗せたい。野菜も信頼できる人に有機農法で作ってもらっています。しかも他の畑から農薬などが流れ込まないよう山の一番上に畑があります。あやさん、信頼できる人というのはご両親。毎日車で30分かけてこの山の上の畑に通い野菜を育てています。仁岡さんも時々畑仕事をお手伝い。無添加でね。この薬もう消毒はしてない。だから全部美味しいですよ。うちにね、こう両親が作ってくれてるもんっていうのは自然にあるものを自然のまま育ててっていうことをやってるのを僕も見てるし、やっぱり絶対的に信用できますよね。それを使いたいなと。さらにお母さんはこんなものまで作っています。蜂蜜、ここで取れるんです。淡路島の自然の恵みを可能な限りお皿に盛りたい仁岡さんにとって、この天然の蜂蜜も貴重な食材です。こうしてこの日も最高の食材が揃いました。来られるお客さんに淡路島の良さで、淡路島でこんなことやるっている人がいるねんっていうようなことをね、やっぱりこう伝えていければなと。午後6時30分。いらっしゃいませ。こんばんは。どうぞ。ホール担当の奥さんがお客さんを迎えます。どうもありがとうございます。ねえ、どうもありがとうございます。申し訳なんかハマチ一本なんとか釣れました。もちろん。よかったね。すごい。釣りが好きなお客さんに合わせてオードブルは島で獲れた魚の盛り合わせ。メインはもちろん自ら釣った天然ハマチです。醤油だれは有機野菜から取ったスープで一工夫。さて最初の一皿、お客さんの反応は。アラから取った出汁でソースを作ったハマチのフリットなど、料理はどれも淡路島ならでは。ハマチの握りは島の古代米を使い、天然の花柚子や塩で味付けしました。そしてお肉はクヌギ座牛の特選部位ミスジを使ったステーキ。肉から取ったスープに醤油やソース、ブラックペッパーや天然の蜂蜜を混ぜた甘辛味のソースで仕上げます。
淡路島の食材が見事なハーモニーを奏でる仁岡さん渾身の一皿。こちらもお客さんの反応が気になります。おいしいです。柔らかくて、ここの肉おいしいな。おいしいです。絶品です。甘くて、ちょっと深いこだわってるやろ、ね、そう、なんでもね、楽しくて、うん、次は何かなって思ったもんね。この日は全部で6品、どれも仁岡さんならではの淡路島を満喫できる料理でした。一日一組限定でディナーを提供する傍ら、仁岡さんは毎日朝早くからお弁当も作っています。これも愛するふるさとのため。仁岡さんが住む淡路島北部はちりめんやイカナゴの名産地、その加工場から頼まれたのです。このね、淡路島のこう地場産業をこう盛り上げていかなきゃいけない、こう若い人たちがこうカップラーメンにお湯入れて食べてたりするっていう話を聞いたんですよ。やっぱりその地場産業が衰退していく原因にあるんじゃないかなと思うんですよね。一食500円の予算ですが、お弁当も淡路島の食材にこだわっています。焼肉弁当をしようかなと、はい、思ってます。高級肉を使うんですか。あ、そうです、そうです、はい。美味しくないわけがありません。他の加工場にもすぐに噂は広がり、多い日は1日120個以上の発注を受けることも。食べてこう、やっぱり幸せになっていただきたい、その気持ちはやっぱりもうこのお弁当もレストランの方の、お客さんも同じです。中は配達で大忙し。おはようございます。自ら進んで加工場に顔を出すのは、食べた人の感想を聞き次のお弁当に生かすためです。さて、この日の焼肉弁当の評判は。肉ちゃうなと思う。言ってくださるお客さんがいる限りは、このお弁当をね、ずっと続けていこうと思ってるんですよ。淡路島で生まれた仁岡さんは、島で採れた魚や野菜を食べて育ち、料理好きに。高校を出て、地元の中華料理店に就職し、その後、店を変えて修行を重ねました。26歳で神戸のオールド香港レストランへ。翌年、そのお店がウェスティンホテル淡路に出店することになり、チーフシェフとして島に戻ってきた時、自分の原点に気づいたと言います。淡路に帰ってきて、やっぱ淡路のものを食べると、あ、やっぱりこれやわと、出て初めて思ったというか、全然違うんですよね。32歳で独立、実家の1階に香港ガーデンをオープンさせました。一大決心を支えたのは、前の職場で出会った奥さんと子供たち、そして仁岡さんの両親です。お店の営業時間中、子供たちの面倒を見てくれたり、晩ご飯は今もお母さんが作ったものを実家の2階で家族揃っていただきます。できるだけやっぱりね、家族の時間っていうのを持ちたいんで、こういう形でちょっと母親には迷惑かけてますけど。お父さんがね、忙しいじゃないですか。寂しいよ。どうですか。いや、まあ頑張ってもらわないかんか、別に。寂しいとかはね。しかし、お店の経営は順風満帆とはいきませんでした。
実際やりだすと苦しい時もあって、でね、それでもやっぱり支払いはしなあかんし、店ね、オープンしたから借金は払わなあかんしっていう状況で、で明日からどうなるんやろうとか、子供を育てていけるんかなとか、本当に辛い時期もあったんですよ。でもやっぱりここでこうご飯食べてる時にね、お母さんが、ゆみちゃん、お母さん今人生で一番幸せやねんって言うてくれたんですよ。こうやって家族が一緒に食卓囲んでご飯食べるってすごい幸せやねんお母さんって言うてくれたんですよ。家族みんな一緒だったら、まあやっていけるかなって、うん、って思ってます。気合で乗り切ります。ありがとう。ずっと感謝してます。もう毎日もう感謝してもしきれないほど。苦労の連続でお店を辞めようかと話し合ったことも、これは野菜、それを思いとどまらせてくれたのが5年前偶然来店した坂上さんご夫妻です。本当に、ね、感動したと。で、ご幸せな気持ちになったんやと。で、ありがとうってこう握手までしてくださってね、ここ泣き出してもらえないみたいな。ダメやなって、諦めたらダメやなって思わせてくれた人なんで、香港ガーデンを続けていく中での、まあ、恩人っていうね、もう本当に そういう人よね、うん、何のために料理を作るのか、坂上さんご夫妻との出会いがそれを教えてくれました。食べた人を幸せな気持ちにしたいと、一日一組限定という今のスタイルに、そして今年で開店10周年を迎えることができました。そこで新岡さんは、どうもいつもお世話になってます、香港ガーデンです。坂上さんに今回ご招待したいなと思ってまして、7日の日曜日ですね。はい、わかりました。一つの区切りとして大切な恩人坂上さんご夫妻をお店に招待したいと考えたのです。今の僕があるのはもう本当に坂上さんのおかげだと思ってますし、はい、その方にこう今後の僕の在り方というか、うん、そういうのも知っていただきたいですし、素直にね、やっぱりお越しいただいて楽しんでいただきたいなっていう気持ちもありますし、はい、気持ちも新たに、さらなる理想を目指す出発点にもしたいと、初めてとなる島の食材に挑んでみることに。向かったのは淡路市から車で南に1時間、洲本市由良です。ずっと噂を聞いてて、一度来てみたかった由良のウニなんですよ。ウニ、ウニです。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。はじめまして。迎えてくれたのは、素潜り歴35年、ウニ取り名人として知られる川北さん。いただきます。由良のウニは、餌となる海藻が豊富で、住処となる岩場の穴も多く、ウニの成長に適しているのだそう。ボンベなしで15メートルまで潜り、岩の隙間に隠れるウニを探し出します。湯河の海で海藻をたっぷり食べたウニは、身が詰まりえぐみがなく、甘みや磯の香りが強いのが特徴。そしてさらに、ウニ取り名人ならではのこだわりもあります。黄色いのだけを入れるんですけど、30枚あったら半分ぐらいですかね。それはもういいとこだけを寄って入れてるんですね。ミョウバンも使ってない。まさに極上。
これならきっと坂上さんご夫妻にも喜んでもらえるはずです。おいしい。おいしいですよね、味が。これを食べると他のお肉食べられないです。淡路島に生まれ育った二岡さんにとっても驚きの美味しさでした。最高のウニを贅沢に使ったウニ尽くしのコースで坂上さんご夫妻をもてなすことに。あ、坂上さんいらっしゃいませ。こんばんは。お世話になります。いつもありがとうございます。はい、どうぞ。まあ今の僕のこう集大成というか、そういうのをこう感じていただければなとは思ってます。はい。さあ、どんな料理で恩人を笑顔にするのでしょう。淡路島の創作中華レストラン香港ガーデン、オーナーシェフの二岡さんは10周年を機にお店の恩人を招きました。まず卵白をかき混ぜ出来上がったメレンゲに由良の海で採れたウニを包み込みます。そしてそれを油に入れてじっくりと揚げます。ちょっとウニのね、揚げたような料理ってあんまりこう聞いたことがないんで、こういう揚げ方をしてみるのも面白いかなと。グミを蒸し、それをこして作ったソースをかけて色鮮やかに完成。ふわふわとしたメレンゲの食感とウニの香りが楽しめるフリットが今回のコース一つ目のメイン料理です。失礼いたします。はい、ついていきます。
てます。よろしくお願いします。料理人としてまた新たなステージへ。新岡さん、夢の続きは。今後はもう今よりさらにもっともうその幸せになっていただけるよ。もっともっとこう自分自身が突き詰めていければなと思ってます。奥さんにまた声をかけますね。じゃあそうですね、また多分議論が足りないと思います。島の創作中華レストラン香港ガーデンはディナーのみ1日1組限定です。前もって食材を集めるので前日までに必ず予約を入れてください。